まあ、今回この作品の推しのポイントでもあるんですけど、うんうん、単行本6巻でようやく2人の初夜が描かれるんですよ、うん、それ言っていいんだ。いいんです、これは言っていいんです。僕まだ6巻まで読んでないので。私も5巻まで読んだんですよ。同じ同じ。あと1巻だったけど。なんとなんでなんであんたらが生態年齢で浮かばれてる。ずっとこのまま行くのかと思ったのに。そうそうそう、むしろずっとこのままでいてくれって気持ちもちょっとあるんですよ。でも推しポイントを言っていいから書いていただいてるんだけど、うん、 その中で1巻まるまる費やして、うん、その書話を描く丸ごとと、あ、だから丁寧に。じゃあ6巻は丸1巻、うん、そのまま主役が描かれているところだ。多分漫画誌の中で、うん、その2人の営みを1巻まるまる使ったのって、うん、こちらとバキしかないと思う。